こんにちは、いきまいプラス岩光代です。2023年もいよいよ暮れようとしています。大掃除などお正月を迎える準備は進んでいますか？今年も残り少なくなってきましたが、どんな1年だったでしょうか？今回は蟹市のこの1年を振り返ります。さて、今週のうち押し、まずは蟹市2023年重大ニュースをお送りします。ご覧の項目が並びました。蟹市ゼロカーボンシティ宣言をしたのは昨年でしたが、今年はゼロカーボンに向けた具体的な計画が策定されました。蟹市市議会議員選挙は今年7月に実施されました。まずは何といっても蟹未来部図書館開館の話題です。11月23日無印良品吉津屋蟹内に市立図書館の3館目の分館として蟹未来部図書館がオープンしました。蟹市と株式会社良品計画が連携して整備したもので、図書館と店舗の間は仕切りがなく、店舗に図書館スペースが溶け込んでいます。市は株式会社良品計画と地域活性化等に関する包括連携協定を県内で初めて締結していて、図書館はもちろん、その周辺のオープン無地、ミーティングルーム、ヘルスチェックなどのスペースを活用した地域の活性化や課題解決のための連携事業に取り組んでいくとしています。蟹市運動公園をリニューアル、東ゾーン工事開始。坂戸の蟹市運動公園のグラウンドをサッカーやホッケーなどに利用できる多目的グラウンドに整備する予定です。人工芝グラウンドになるんですね。東ゾーンの運動公園グラウンドは令和8年3月に完成する予定です。第40回蟹シティマラソン、ハーフマラソン開催。第40回の記念大会としてハーフマラソン部門を設け、6月11日に開催されました。雨の中の開催となりましたが、参加者は楽しんだようですよ。子育て支援を充実。4月1日に今渡り北小第二キッズクラブを開設したほか、10月1日には上の手今渡り保育園が開所し、児童の受け入れを拡充しました。また子どもの遊び学びとして7月16日に木曽川水遊び2023を、8月20日に親子でデジタルデトックスを、そして11月5日に木曽川子ども広場を開催しました。不登校支援を強化。不登校児童の親の会と市民団体の代表者で構成する不登校支援検討委員会を6月5日から9月14日にかけて4回開催しました。委員会の提言を受け、保護者支援として9月1日に子育て支援課内に不登校支援室を開設しました。 DX で暮らしを便利に。市からのお知らせや防災情報などを配信しているすぐメール蟹が LINE などでも受け取れるようになったほか、市役所の窓口でキャッシュレス決済ができるようになるなど、支払い方法の多様化を進めています。蟹市ゼロカーボンシティ推進計画策定。蟹市ゼロカーボンシティ宣言。2050年までに二酸化炭素をはじめとする温室効果ガス排出量の実質ゼロを目指す蟹市ゼロカーボンシティ宣言をしました。この実現に向けてロードマップとなる蟹市ゼロカーボンシティ推進計画を7月1日に策定しました。アフターコロナの感染症対策。ストレスや過労、加齢など免疫力が低下した際に帯状疱疹を発症する可能性が高い50歳以上の方を対象に、
7月1日から帯状疱疹予防接種費用の助成事業を開始するなど、アフターコロナの対策を進めています。蟹市議会議員22人の顔ぶれ決まる。蟹市議会議員選挙が7月30日に実施され、26人が立候補し、現職18人、新人4人の計22人が当選しました。蟹市名誉市民加藤光三さん逝去。4月17日、瀬戸黒の国指定重要無形文化財保持者、いわゆる人間国宝の陶芸家で蟹市名誉市民の加藤光三さんが逝去されました。追悼式を7月31日に行いました。駆け足でご紹介してきましたが、記憶に残っていることはありましたか？ここまで蟹市2023年重大ニュースを紹介しました。さて、ここからはこの番組で紹介してきたニュースで1年を振り返ります。まずは2月19日、広見地区センターで開催された第22回蟹市環境フェスタです。これは環境に関する活動を行っている市民団体や事業者などが日頃の取り組みを紹介するイベントです。やはり環境問題については皆さんの関心が高いようです。6月4日、風水害発生時の運営方法の強化などを目的に水防訓練を行いました。大雨や台風の季節が近いとあって、毎年この時期に行っています。8月12日と13日、蟹夏祭り実行委員会が主催の夏の一大イベント、蟹夏祭り2023が開催されました。12日の午後6時頃から、市役所の駐車場で総踊りや盆踊りなどが行われ、浴衣を着た来場者らが暑さを吹き飛ばして踊りの輪を作りました。また吹き上げ花火が夜空を照らし、多くの来場者が見入っていました。9月3日日曜日午前8時、震度6弱の内陸直下型地震が休日に発生したことを想定して蟹市防災訓練が行われました。インターネットを活用した情報収集方法やドローンを使用した市内の状況確認など、時代に合わせた機器を活用した訓練も合わせて行われました。10月14日土曜日、坂戸のかやばスタジアムで統合10周年蟹ユニックスポーツフェスタが開催されました。蟹ユニックスポーツクラブは統合してから10周年を迎えたということで、すべての人とのつながり、ご縁を大切にし、みんなで作る K スポーツの祭典となるよう開催されました。10月15日日曜日、蟹市文化創造センターアーラで第30回健康フェア蟹が開催されました。健康に関する各種体験や健康情報を知るきっかけ作りの場として、さまざまな団体のブースが設けられました。21日日曜日に行われたのが産業フェア in 蟹2023です。およそ100社が集結した市内最大の産業展です。企業や団体の展示、物販コーナーでは映像や商品を展示し、来場者に PR していました。この1年、さまざまな出来事がありましたね。では最後に年末年始の業務のお知らせです。マーノ内の市事務所、水道庁舎、各連絡所を含む市の一般業務は12月28日木曜日で終了し、年始は1月4日木曜日から行います。年末年始の休業期間は住所変更や諸証明の発行などは行いません。またマイナンバーカードを使った諸証明のコンビニ交付も停止しますので、ご注意ください。ただし出生、死亡などの戸籍の届け出は日直で受け付けます。
子育て健康プラザマーノ、市内各連絡所、福祉センター、各児童センター、児童館も28日木曜日で終了し、1月4日木曜日から開始します。各地区センターは27日水曜日で終了し、1月5日金曜日から開始します。続いて、可児郷土歴史館、河合考古資料館、戦国山城ミュージアム、観光交流館、図書館は12月27日水曜日で終了し、1月5日金曜日から開始します。荒川豊造資料館は12月23日土曜日で終了し、年始は1月5日金曜日から開館します。また、カニミライブ図書館は年末年始無休で開館しています。その他の公共施設に関しては広報カニ12月号をご覧ください。そして、年末年始にかけての可燃ごみ収集のお知らせです。12月31日日曜日から1月3日水曜日まで休業します。収集日が月曜日と木曜日のご覧の地区は、年末の回収日が12月28日木曜日で、年始は1月4日木曜日です。収集日が火曜日と金曜日のご覧の地区は、年末の回収日が12月29日金曜日で、年始は1月5日金曜日です。収集日が水曜日と土曜日のご覧の地区は、年末の回収日が12月30日土曜日で、年始は1月6日土曜日です。その他のゴミの収集についても、広報課に12月号をご覧ください。年明けすぐに行われる予定のイベント情報です。1月6日土曜日、消防出初め式が、そして翌7日日曜日には成人式が、また6日土曜日から8日祝日の3日間、岐阜ワールドローズガーデンで第9回キッチンカーグランプリが開催される予定になっています。次回の駅前プラスは2024年1月1日月曜日からの放送で、市長新春対談をお送りします。カニミライブ図書館を核とした蟹市の新しい取り組みなどについて熱く語っていただきます。お楽しみに。それでは皆さん、良いお年をお迎えください。